の言うコンビミッキーと手遅れ故障、愛は手遅れ故障、ああ手遅れコーションでした。いえ、コラブさんの手遅れコーションだった。トゥ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 、手遅れコーション、愛は言うな、本気に歌、本気になって歌わんとすぐ音外してしまう。トゥ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 、あ、カメラが斜め。トゥ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 、手遅れコーション。夢力カラオケあるっけ。トゥ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 、夢力カラオケないよね。夢力アカペラで一番だけ歌おうかな。みんなにはアカペラ。間違えた。ないですね。じゃあ夢力を一番だけ歌って。お腹が鳴った。よいしょ、歌ってで、その後大好きな人がいい、みんな夢力歌えるかな。夢力フルがいい、一番だけでいい。夢力最後がいいの。イヤホン2つ。フルにしようか、夢力。フルのカラオケあるかな。カラオケじゃなくて音源。なかった。じゃあ夢力ワンハーフでいい、半分でいい。ごめんね。夢力じゃあ一番と最後らへんだけで、その後最後大好きな人行くね。どこまでも坂道行くやん。夢力行きます。夢力出そうぜー。
こうぜ。みんな盛り上げて。人生なんてどこまでも坂道ばかりで、真面目に生きるのが嫌になってくる。走り出したあの頃は平坦な道だったから、疲れなんて感じずに先を急いでたよ。大人になれば無理しないで歩きながら、周りに合わせるように休む理由どこかで探してるんだ。夢力出そうぜ。汗かいて踏ん張れ。全力で行こうぜ。無我夢中なんて今だけだ。いつだって青春は短い。何度もダメだと立ち止まってしまっただろう。その先にもう一度思い出してきたんだ。あの夢を夢力出そうぜ。汗かいて踏ん張れ。おーおーおー、全力で行こうぜ。おーおー、最高のゴールを見ようぜ。そう、絶対に絶対に叶わない、夢なんかない。諦めなきゃエンジンは動くよ。ありがとうございます。夢力でした。夢力いえ、めっちゃ歌っちゃった。今日も1時間半ぐらいしてるね。じゃあラスト、一番最後の曲いきますよ。よいしょ、最後の一曲でございます。おお、みんなからのお手紙が出てきたよ。みんなお手紙ありがとうね。届いたよ、受け取ったよ。学校行ってらっしゃい。あら、日曜日なのに。行ってらっしゃい。かわまったね。頑張れ。大好きな人、大好きな人、すごい、6000人いくかな。じゃあこれがラストです。これが終わったら点呼タイム行っていきます。点呼タイム行きます。はい、
けたのはどこか不安げな背中を押したくて大好きな人涙が止まらない いつか君が話してくれた夢の続き気になっていたキラキラしたあの眼差しをこの街出てもずっと忘れるなそうだ大好きだからここで見送ろうどんな悲しみよりも愛は夢が叶うそれだけで涙が報われる好きな人でした。ありがとうございます。何曲もいっぱい。ね、6000人超えちゃった。1時間半でありがとうございます。ありがとう。そんではイヤホンを抜きますよ。テンコタイムに行きますよ。やったん。ありがとうございます。テンコタイムの前にちょいと告知を、告知というかお知らせを、ですね、フォロワーが3000人いったら何か企画をしようかなと思いまして、カラオケ歌だけの公演みたいなやつ、なんかなんだ瀬戸りみたいな、なんかアンケート取って歌ってほしい曲みたいな
やるかギター配信をするか。でもダンスはこの前もやったしなと思って、どうしようかなと思って、もうあと300人ぐらいかな、で3000人なんですよ。そう、区切りがいいから何かしようかなと思って。ギターはね、なんかあのガチではできないんですけど、まあなんか練習っぽいのも入れつつ、カラオケをちょっとちっちゃめにしてギターも一緒に歌ったりとか、どうしようかなと思って。ギターがいいかな。そうで、いつか浴衣も着ようかなと思って、夏なので。とりあえず3000人は何がいい、ギターがいいかな。わあすごい、今日だけでめっちゃ増えたね、フォロワーさん2711人、ありがとうございます。この前ちょっとやったよね、あの無謀夢とか瀬戸内の声とかをちょっとギターでやったんですよ。何がいいかな。浴衣はもうちょっと先かな、夏休み前ぐらいかな。全部混ぜるじゃん。浴衣はまだのお楽しみだよ。めっちゃ早めに告知何がいい、ギターがいいかな。そうね、広島はトーカさんっていうのが6月1週目の土日かな、お祭りがあるんですよ。今年はちょっとあのもうないんですけど、そうあのお祭り、あの屋台とかは出してとかは大きくはやらないんですけど、そういろんな曲、48グループとか坂道とかのギターをちょっと探して、練習含めの配信をしようかな。なのでギター配信にします。ドラムはできないなドラムはできない。そうギターアコギで弾き語りみたいな。お腹が鳴った、もうタイムリミットらしい私のお腹。じゃあギターにします、イエーイ。ギターじゃあいろんな曲ちょっとできそうなの考えとくので、一緒に、でもほんまにあのなんかまったりのんびり配信みたいな感じで、ギターの時は一緒に、あのなんかギターある人は一緒にやろギターにしようと思います。じゃあちょっとずつ練習も入れながら、できるようになったらカラオケで音ちっちゃめにして歌いながらギターもやろうかなとは思います。でもなんか言うの、ギターはそんな得意じゃないんですよだから苦手なコードとかもあるから、そこら辺はちょっとあの飛ばしつつになるかもだけど、まあ頑張ります頑張ります。ギター配信をじゃあまったりのんびりギター配信をしましょう。3000人超えたら、いえ超えますように。はい、この後は室内をしますよ。練習するね、しとく。サステナブルもギターできるかな、ちょっと探してみるね、いろいろできそうな曲を。あ、はい、そう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 。そして明日からラスト1週間なので、6月までのラスト1週間なので、6時45分からに始まりますショールームは。15分早まります、ゆなの早起きをもっと頑張るために6時45分からになります。6時45から7時半ぐらいかな、いつも多分30分って思うけど、だいたい伸びるので7時半とか1時間ぐらいしてると思います。そう、900秒前倒し、900秒早く起きてね、みんなお仕事とか行く前にぜひぜひ見てください。はい、ぐらいかな、お知らせ。あ、ギター配信は3000人行ってからまたできそうな日にちを決めようと思います。そう、6月から学校が始まるので6時45分、そう、ゆうのも頑張るから
ラスト1週間早起きを頑張りますね。みんななんか準備とかあるかもだけど、できるだけ長めに配信しようと思うので、ちょこっとでも遊びに来てください。はい、それでは良きかな、言うことなんか学校の先生みたい今日言うことあったっけ、もういっけみたいなかな。ショールームは明日から時間変わるのと、3000に行ったらギター配信します。あとグッズ、アクリルスタンド買ってもらいました、ご購入できましたぐらいかな。グッズ、新しいグッズが出たのでお楽しみに。良きかな、良きかな。グッズのところまだね、ゆなね、ほぼほぼ全部グッズ残ってるのよ。あと4つとかで、一番最初の名前打ちは、名前入り打ちはとかもあるし、なので最近ショールームで好きになったよとかいう方もぜひぜひ買ってみてください。買って公園に持ってきてアピールをしてください気づけるように頑張りますぐらいかな、かな。あ、で今日の夜もし時間があれば七並べ配信します。モバメとショールームに入れようと思います。はい、以上かな。この後も七並べちょろっとやります。5回ぐらいするか、5回はしよう。あの7時で満タンになったハートを5回しますですね。ご飯食べる前に5回やります。夜配信できたらね、一日中釣り取ったらできんかも、わかんない。でも多分そんな一日中遊ばん気がするな。はい、それでは今日の朝配信終わります。絶対9時出発じゃないね。はいはい、七並べこの後はめっちゃ適当にやる。これもしかしてさ、ギフト来すぎてさ全員分映ってない、そんな気がするね。ちょっと最近ギフトがめちゃめちゃ増えよるけん、タイムラインで来た時に点呼タイムしようかな。ちょっと今度からそうするね。めっちゃギフトありがとうみんな。初見ちょっとごめん、今日は消えちゃったかった、ごめん。カメさん、はい、スイカさん、はい、フルパワーさん、はい、ミユさん、はい、グラハムさん、はい、めっちゃギフトありがとうみんな。ねえ、ギフトちょっと増えすぎてさ全員分入ってない気がする。いきなり音符でスタートなんだもん。最初なんかくれてたよねみんな。だからちょっと全員分読めないからさ、タイムラインにして来た時に言うようにするわ。ごめんね。バンジャラモンスターさん、はい、ジンさん、昨日ママの携帯ママが教えてくれて、この方読んだって最初の方に来とったけどって言われて、あらーと思って。じゃけんちょっと明日からそうするわ。 SCU 広島校さん、はーい、はーい、びっくりハートさん、はーい、くまくまさん、きよにーさん、はーい、もっとパチパチとかも来とったもんね。絶対消えちゃったね、ごめんね。だから今度から来たらすぐ読めるように頑張ります。そう、ごめんね、明日から呼ぶわ。じゃあ、お、ともさん今日誕生日おめでとう、おめおめ。はい、ギフトありがとうございます。読めんかった、ごめん、読めんかった人ごめんね。ギフトくださった方、はーいありがとうございます、ありがとう。はい、それではランキングいきますよ。13位から13位、アルテマさん、はい、12位ジョークスノーさん、11位秋里さん、はい、10位あやさん、
はい、9位カズさん、8位ミユさん、7位ユマポンさん、6位ビッグボスさん、はい、5位カメさん、4位カズサノスケさん、3位鉄夫さん、かぶっちゃった、3位鉄夫さん、はい、2位フルパワーさん、1位スイカさん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。看護師さんに呼ばれてるみたい、そうね、ありがとうございます、ありがとう、よっしゃ、それではゆきね、明日からまた月曜日だけど頑張りましょう。夜できたらモバメとかにユナエナのお便りとかに入れときます。ショールームのあのプロフィール欄の下の方行ったらユナエナのお便りっていうコーナーがあるのでたまにチェックしてみてください。今日は長い間カラオケありがとうございました。それでは全員転校いきますよ、せーの、みなさーん、はーい、みなさーん、配信来てくれたみなさんありがとう。もう間もなく7000人来そうな勢いですね。朝からいっぱい歌っていっぱい見てくれてありがとうございました、ありがとう。それでは朝配信終わります。夜は時間があったら七並べ配信しようと思います。またモバメにどんな状況か送るね。それではありがとうございました、終わります、ありがとう、5、4、3、2、1、かまたねー、ありがとう。